こんにちは、コーチングアーツです。スポーツの分類論続けていきます。この前段のボードで、スポーツの、ね、世界的な肥大化、また目の前における認知的効果、その辺が、これからの我々の体ということの一つの残りゆく価値と意味だろうということで、スポーツ、まあ、体育含めの一等がありますけど見てきました。でここで、運動学ですからね、マイネルどう言ってるっていうところ、これは金子先生しっかり書いてらっしゃいますから、これを見ていきましょう。クルトマイネル、ね、スポーツの分類、この現状の文化におけるスポーツの分類、こういうことができるんじゃないかということで、社会の側面を見ながらね、4つ分けております。ただここをこう言っちゃうと本質を見まがうですよね。まあ、当たり前ですけど、改めて重ねて加えておきます。マイネルが住んだ生きた時代ね、そこをよく捉えていただきたい。それこそ最もこんな運動学を表現し、これは出版されたのは確か1960年ですから、出版された時代性はもちろんのこと、それは共産主義国家、ね、東ドイツの中においてですよね。でそれはそれで終わりじゃなくて、やっぱり人間ってどうしたって経験と重層性の申し子になるんですよ。その意味で言うと、じゃあマイネルって当然第二次世界大戦も経験しておる世代です、年代です。そうなると、はい、ここに書きました。この時代に最もエネルギッシュな研究と生活の時代を生きてるわけですよね。でマイネル自身も捕虜収容所の監修を、まあ、軍人という立場でこうやってるんですね。ですから戦争の意味、ヨーロッパ戦争の意味、ドイツ人として感じるヨーロッパ戦争の意味を痛いほど分かり尽くしている。ホロコーストの時代ですよ。そんなの目の前で見て聞いて知って感じて、うん、その挙句の戦後、しかも共産主義の東ドイツですよ。わかります？この社会性の変遷と重層性、この中でマイネルがいるわけです。この理解をしきれないですけど、日本人なりにそこを理解しないと本当の意味でマイネルのことは分かりえないんじゃないかなと思っています。そんな他山の石と思いきや、どうですか、大日本帝国気をつけって言ったらみんなグッと身に引きません？そんな古い軍国主義の時代の日本なんてって聞こえてきそうじゃないですか。同じですよね。我々だってその歴史の上にあって、戦前のことはちょっと良くなかったことだから、なるだけ忘れたいよね、平和日本でって思ってるじゃないですか。忌避してますよね、どちらかというと。お体制は同じですからね。今のドイツだって第三帝国時代は大いなる妄想反省の中ですよ。戦後だと思いっきりそうでしょうね。それでしこたま病もしてるわけだから、その時代に青少年教育の世界にボーン、しかも身体教育の世界にボーンと身を投じて言う話ですから、これをしっかり捉えないと見まがうんだろうなと思っています。決して大げさないですよ。例えば第2回ね、今年行われる第2回東京オリンピックね、そのドイツ選手団の入場シーン見たことあります？ドイツ選手団絶対に並ばないですよね。集団行進やらないですよ。わざとバラバラでその演出するでしょ。これは反省なんですよ。やっぱりヒトラーって言うとすごいこう、ね、軍隊行進でバリバリ、ね、最精鋭のドイツ帝国陸軍、ね、空軍ですから、海軍ですから、そういうのを感じさせないようなことはやっぱり反省の中で苦労してるんですよ。でその時代背景から来て、あの共産主義の時代に体育じゃなくてスポーツにでこういうんだへーっていう見方は、ぜひ運動学やることを共有したい。運動学だけ抜こうとすると必ず見まがうんですよ。これ思想って環境からしか出ないから、うん、
多分僕しかこういうこと言う人あんまいないので、みんな学問の運動学だけ、運動学習の話だけしようとするんだけど、ここは、ね、すごい重要だと思っています。前での話が出るたびに私こう言いますけどね、はい。じゃあその当時の彼の立場として、1960年以前の中ではこんな区別だった見方をしてたわけですね。一つが人間の等や教育のため、ね、これも怪しいですけどね、正直人間の等や教育のためのスポーツ。2番目が、ね、健康増進のための、まあこれは大いにあるでしょう、達成力の上る競い合 まあ、ゲームですよね、としてのスポーツ、パフォーマンスね。4つ目がエンジョイメントリフレッシュですね、楽しみとリフレッシュなんです、スポーツ。こんな分け方をしております。まあこれが良し悪しではないんですが、まず言いたいのが1つ目的と、ね、4つの目的もありますけど、相互は分けてるけど、まあお互い絡み合いながらいるよねということ、まあ当たり前なんですけどね、うん、これも実態で、そんなこと言っても別に意味はないんですけど、さらにここから言いたいことはここに集約されます。目的と方法、目的と手段のズレが生じていること、これにマイネロは不満足だったということですね。言ったら、ね、人間の教育のためにやってるのに、なんであすね楽しみと遊びの行為と混ぜるんだと、教育と遊びは違うじゃないかという話だったり、まあこれは1枚目のボードで言ったところの教育とスポーツの話にまた帰りますけどね、教育だっていうのをね、この遊びの延長でやってたスポーツの教材なんか使うんじゃねえよっていう時代も多分にあったんですよ。それは体操と、ドイツが作った体操とイギリスが作った遊びのスポーツ、これのやっぱりせめぎ合いみたいな部分が存在しますよね、その辺を発端にしながらも、目的と手段、目的方法のズレというこの混同現象ね、ズレ混同現象がちょっと問題じゃないかということに話を終始してます。私もそこだけ取ってます。これが4つ大体分けられて、お互いね、あまりこう区別されずに、分けられながらも区別されずに運用されてるっていうことが問題じゃないか。別に問題でもないんですよ、これはこれで、ただここにある問題、2つ目、目的と手段のズレ、これを取り上げてみたいよねというのが、私がここのね一章9節を引っ張ってきた一つの理由なんですよ、これをこのまま、ね、ドイツの話じゃなくて、そのまま日本のこの世界にも同じ現象が出てるんで、でどちらかというと、ズレと言ってる時点でよろしくはないよねと、本質見曲がっちゃってるよねということにつながるので、これを挙げたわけでございます。よろしいでしょうか、はい。マイネルの見方、ドイツの見方、そして日本も含めた中での方法と手段のズレ、これを抜きたかったことでございます、これ続きますね、スポーツの種類からまた続くんですけど、このボードはここまでいたします。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。